前だけ見てみる。撮影して。よし、今日はまた視聴者さんが春日部ですか。春日部です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと見ましょう、はい、うん、裏紅ホテルしめじ、はい、これですね。ここからじゃ大きくなってなかったな。そう、裏辺のテイシメージちっちゃいけどね。すごい。こんな感じで大丈夫ですか。うん、あ、何これ。あれ？あ、これから出るんだ。ちょっと埋めとく。ごめんなさい。これから出るんですね。ごめんなさい。土葉っぱかぶして。これから出るわ。あ、これもそうでしょ。それは何だろう、もう古くなっちゃったやつよね。終わった。あそこの白いのある。あ、出てる。これから出るんだ。ここ、これ、うん。コロンとして。コロンとしてて。まあこう。裏辺ホテイシメジゲット。ここ色がゲットですね。本当。いや、よかった。しっかりしてる。よかった。まだこれからですね。見つからなかったらどうすか。いやいやいや。ヒヤヒヤしてて。あった、でけえ。でけえのあった。あれ行きましょう。あれ、だこうやって下から見ると発見しやすいですよね。あ、本当だ、あそこにそびえ立ってるんで。だいたいあったじゃねえか。でけえですね。どうですか。違いますよね。それやめましょう。これ違うよね。これも違う。これは今、ほら、あの例の草浦紅竹。草浦紅竹がこれか。そう。こうやって見て、ここに斑点みたいなのが入ってて似てるんだけど、でも軸が、あ、もう、あれ。で、しっこ抜いてみて。やっこい。もう全然。全然これは、ね、変なもやもや、胞子がくっついてる、下に。はいはいはい。根っこの。はい。で、一本はついてないんですよね。あ、全然違う。全然違う。あ、この差なんですね。はい。上がちょっと煙がついて白っぽいじゃない、そう向いてる、うんうん、あ、この差があるんだ。小段になって、あ、本当だ、胞子みたいのいっぱいついてる、うん、だから こっちは、うん、多分粉々になっちゃったんですよ。もう全然ダメです。ボロボロですよね、ほら。あ、こっちはもうしっかり綺麗に裂けるんで、こっちは、うん、しっかりしてる。裂いちゃもったいないから、ね、あ、ちょっとダメだ、食べるんだ。あれ取りましょうか。取ってください。あれ取るよ。取り応え満載の。でかちょうどいい、でかくていいんじゃないか。取ってください。取り応え満点。お、すごい、奥が深いな、これ。折れちゃうかな。取り取れた。かやぶが邪魔っけなんで。すごいね、うん、ちょっとでけ、でかい、はあ、
ヒレ。よし、じゃあ次上にあるんで、はい、そっち取りましょう。もう倒れちゃってるんですね。違うんですか。だからこれは草原紅竹なんで、草原紅竹なんで、この上ですね、上倒れてる。倒れちゃったんですね。これはダメだ。もうよし、あれもこれもそうじゃないですか。そこにありますね、うん、これも裏辺に補填しみじです、ね、え？あ、本当に出てる。そうそうそう、出て。これこのキノコ一回取っちゃうと、うん、もう癖になっちゃうんですからね。この取り応えが、感触が。取っちゃっていいんですか。はい、すみません、ありがとうございます。すごい、しの字になってたりするんで。あ、でもいいですね。いいですね、すごく、うん、すごい。これは河村ですよね、この色はね。そうで、ここにも、あ、違う、あ、これもそうだ、うん、もう一回撮って動画になってるんで、ここは撮っていいんですか。撮っていいの。はいはい、いいですね、状態がいい、しっかりしてる、すごい、うん、あ、ほら、これ紫、綺麗、綺麗、すごい綺麗、こっちにいいのか、これ何も撮らなくていいの、うんうんうん、で、こっちにあるんで、後ろに、これすごい状態いい、うん、ここコロコロで、これで、硬い、毛が硬い、うん、よし、じゃあ次ですね。これだと分かるよな。あれですか。そうですね、まあ、足元にもあったりするんで気をつけながらです、ね、一回取ったけどまた出てるんですね。じゃあ取っちゃってください。取っちゃって大丈夫ですか、はい、足元に、すごい、今が残ってる、あの色が変わってるやつと全然違うよね。見ても見つかないね。同じキノコだと思えないな。いや、わかんないよね、これね。はい、あ、すごい。わかりました。ね、曲がってる。すごい。もうじゃあ次行きますか。はい。はい、あ、これそうだ。裏目に固定してみて。あ、こっちもだ。ありましたね。これいいんですか。そう。これ大丈夫。これもそう。ありましたね。あれ、これいいんですか。やりましたね。取っていいんですか。はい。わ、すごい。あ、これもうでもや、ぐつぐつ。ああ、もう終わりですからね。いや、でもよかった。でもとりあえず取って持っていくか。超初めてですよ、俺も地元でも。ここは。こっちも危ないな。意外とだからね、こうやってひょいって上が、車から降りて上がっただけで、上がっただけで生えてるんですね。はい、あ、なんかガッカですね。そうですね、もう終わり、終わりかな。ここに一個中に絞りました。はい、腰筋が、腰筋が、だからダラダラですね、出るの。よし、じゃあちょっと見てみる。ちょっと希望が出てきた。希望が。今2本取ったじゃないですか、はい、だから上下上行くと出てるかもしれないですね。うん、よいしょ。あ、これ違うな。これ草原紅竹だ。何かありますね、こう川村風船みたいな、うん、キース、
キスジ風船。すごいですよ。キスジ風船だけかもしれない。裏見してもらって。だから登るとこれが出てきますね。だから下、ね、下には出ねえですねこれ。中腹とかこう登る最中に。もしゲットだ。すごい。すごい。紫しめじですね。これが。で紫はものすげえボコボコ。いや、それ倒れたんですね、もう終わって。これもですよね。これだから紫は一本見つかるとゾロ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 。これも OK なんでしたっけ？紫しめじですね。そう。紫色の俺見えないんだよな、そこ見ても。そうなんですよ。色は薄かったり濃かったり。ね、そんな感じですね。はあ、うん、でそこにもあるし。だから一本見つけると結構まとまってゾロ、ね、ゾロゾロ出てきますねこれは、うん、綺麗ですね、うん、ああちょっとやっぱ紫がかってるな、うん、これ取った後に色変わるって言ってましたっけ少しこれそんな変わんないですね、うん、今下で取ったじゃないですか2本、はいはい、でやっぱり上に出てますねこっち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 結構立派じゃないですかこれうんすげえあ2本これですねそうこれすごいどこでも構わず入るから下から見たんで分からなかったないかな全然いや隠れてたもんね、はあ、だから昨日たもとで金が止まってそこでそういうことなんだ、はあ、だから木の先っていうか裏側っていうか上の上側っていうか、はあ、これまた取っちゃいますね、はあ、すごい立派すごいですねだからこうなってるんで結構あすごいまたこんな伸びてるすげえすげえでけだからこの遅くに出てる一本は結構巨大化してますねどこのもいやーよかった今日どうすると思ってあダメだ切れちゃったうんまあいいんじゃないですかすごいでかでかーそんなに重たいすげえゲットじゃないですかやりましたね、はい、すごいよし次だあこれもキスジ風船えそれはちょっとやめましょうこっちですねこれ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 えそれやめましょうあの草むらじゃなくて、はあ、これですねこれ羊これちょっと取ってみてそれで裏返しにして羊風船かもしれないですねうん羊風船だだから結構茶色くなっちゃうんですね、うん、紫色がこれ剥がれないよ水で濡らして剥がさないと一瞬皮が剥がれちゃうなそう茹でてそれから洗った方が、はい、でこっちもそうじゃないですかこれこれこれは綺麗ですねこれあれだこれ今のと同じであこれこれいやそれダメですそれこれですねこれ立派すごい立派ですね、はあ、この饅頭型がまた何とも食感もいいし綺麗に取れた、はあ、すごいおーやりましたねやりましたね今これがピークだ本当にどこ行っても
覚えられてない名前。黄金竹。すげえ。ありました。ありました。うん、土の中に住んでるやつヘビっすよ。早いや。地潜りかなんかそっち系の。だこうやって潜りたくなるんですか。暗いとこに。え、毒はないんですか。多分。何あれ、ノウタケ。下にあるやつ茶色い。下にありますね。ノウタケかな。あ、すげえ。このボリューム感。すげえ。こんな感じですね。このボリューム感同じ。肩骨よりでかい。すごい。あれどこだっけ。あれ。よいしょ。今降りちゃったから。そこ、これも同じやつ。これも変わり発系ですね。よいしょ。食べづらい。量が。これ量多いんだね、これね。すごいいっぱい入ってる。いただきます。よし、食べましょう。俺も。食べてください、うん、やってていいんですか。はい、それザクザクっと、うん、そんな感じ、ザクザク、うん、ザクザク砕いてですね。なるほど、そう、おいい感じで、うんうん、色が分かる。これで一周してきて、うん、色が混ざってきてました。これでも大事だな、うん、これでこれちょっと食べる。全然色違う。うん、どうぞ。黒蜜のあれがうまい。寒天みたいな。うん。寒天。あんみつの寒天の黒蜜がある。うん。美味しい。名物だって知らなかったんだよ。ああ。今埼玉のスーパーにも売ってますね。売ってますよね。今ぐらい。うちでジャガイモをこうに切って、はあ、フライでうちで揚げて、はあ、コロッケよりこっちの方がうまいねっつって食べてたら、はあ、あの佐野の焼きおけ出しったら芋フライっつって、なんだうちで作ってるのと一緒の売ってるよっつってで佐野の知り合いに聞いたら、はあ、有名なんだぞって言われて、はあ、でそうなんだっつって、いやそれはねやっぱ串ごと行ってもらいたかったなみたいな。ガバッとこう熱いですね。熱くて思えないこれ、うん、まあいいや。もし5年ぶりここ5年ぶりですよ。ちょっとみんなで探しましょう。超久しぶりだ、うん、探しましょう、うん、1本じゃないですか、それ。1本か。やっと。これ紫？え？こっち紫しめじ。紫。あ、開けてきてこういうとこになった。綺麗。綺麗な開けたところから生えてくるんですよ。ですね。いやー、滅びてなかった地元。うん、いや生えてた、うん、俺よく遊び回ってた山。うわすごい、綺麗、すげえ、滅んでなかった、よかった、硬い、短い、硬い、いやよかった、すごい、美味しそうだ、うん、あーでかい、紫しめじ、すごいですね、いやよかったわ、また、うん、ここにもあったよ、すげえちっちゃい、俺取っちゃう、
ウラベニホテイシメジちっちゃい、うん、それは草原ベニタケなんでやめましょう。それ紫シメジですね。でっかいね。でかいですね。でそんなに傷んでない今。本当でしたか。なんかだ、うん、本当でしたかね。かけちゃった。かけちゃった。で下も裏後ろも後ろも出たさ、ねこれね、はあ、おほらでかい。これはでかい。これはすごい。だからそうこれですね。ウラベニホテイシメジ、うん、もう終わってるなこれは。よしどうぞ。いやよかったっすね。すごいですねほら、うん、5年ぶりに入ったこの山。やりました。終わったやりました、はい、こっち1本だけですね。俺取っちゃうんすか、うん、こっちまで。あれ折れちゃったけど、それ違いますね。いやそれは草原紅竹ですね。今見たんでそれ。これはこれ草原紅竹だ。はダメだ。とろけてますか。わかんない状態になってますね。うん、あそこもありますけど。うん。ね、あらららら。草原紅竹だ。草原紅竹だ。うん。ダメですね。あ、2本あったわ。そう、このラインはやっぱり出てますね。なんだこれ。あれ？これ違うわ。あ、これダメだ。天狗竹。どう、大丈夫ですかね。うん。で、岩見えてきてるんで、うん。地元の山の、うん、尾根がすぐそこですね。うん。結構、急ですね。標高156。うん、低いですね。やっぱり。地元だから、里山。ものすげえ登ってるけど、全然。よいしょ。よし、また。尾根来ました、尾根。こっち崖？獅子、匂いなし。165ですね、標高。で、視聴者さんも頑張って登ってます。大丈夫かな？大丈夫ですか。え、なんか出てます。マジ。舞茸。うん、すーげー最高じゃないですか。やっぱり尾根の景色。見下ろしてるぜみたいな感じで。おお、地元の山こんなことになってんだ。上が初めて来た。おお、すげえじゃん。うん、ちょっと休憩しましょうか。標高212みたいですね。硬いんですね。これは違うな。これもボロボロ。これなんだ。これかきしめじじゃねえかな。うわ、硬て。いやー、抜けないもう。あ、抜けた。うわー、かきしめじっぽいな。
ちょっとかじってみますか、試しに。色がこう柿の色してる。逃げ。やっぱ柿なんだな。いやー逃げ。これですよ。この美味しそうなしっかりしたキノコ、これ倒れないもん。全然。柿だ。超逃げ。こんな頂上にまで入ってるんだ。うん。そうですね。すごい。こんな岩の尾根、尾根の下に紫。これももう終わってる。紫しめじです。獅子はありません。まいった。今ピンチ。獅子が見当たらず、尾根まで来て。紫群生だ。すごいっすね。大量じゃないですかこれ。獅子は生えてねえけど、あっちも全部紫じゃないですか。白いの。うわー。またライトだ。うわでかっ。物付けできる。でかいけどしっかりしてるんだよね。はあ。あ、上のはしっかりしますね。そう。あの下のと全然違う。うん。標高高いところは。だからまだやっぱり出たばっかりってことなんですよね。下の方出てやっぱり1日ぐらい違うかなって。あと、あの気温が涼しいんで上のが。全部キノコはしっかりするんですね。何を取っても。獅子がねえな。登ったはいいな。そう。見てみたいですね。写真でよく見るんだよ。みんなこうだけこうだけって。俺も一昨日撮ったけど、実際にくれちゃったんだな。あの一本だけ撮って。まあそこそこ大きかったっすけど、でも終わってましたね。なびいてた。なびいてたっていうか、落ちてましたね。は、あの、裏の、あれが。うわぁ。ものすごいしっかりしてる。うん。紫しめじ。すげえ。ああ。カエンタケこそ見たことない、俺は。うん、うわでかっ。すげえ。ものすげえでけえじゃないですか。うわっ。そうですか。キノコって書いておけばもうマジ。足利のあの連中買いに来ますよ。へえー。すげえ。でか太。あなどれんなこの山も。うわ。わかんないっす。わかんない俺は。うわー、岩山ですからね、上が。足利の天正の本当にある山もあれ、上の方に岩ですよね。あー。崖の時、この伊豆崎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 の伊当たりってことなんですか、これ。そうですね。毎年
そんな取れるわけじゃないんでしょ。いや、俺毎年取りまくってますけど。ただキノコ自体は当たりだけど、シシは外れかもしれない。もう4時、ちょうど4時。おお、やばいわ、暗くて。ライト持ってきて正解。じゃあ娘に3個で500円で売ろう。すごいですよ。おいいですね。紫しめじ、紫しめじ、あれ1本ですよ。1本でか。最後に来ましたね。チェーって、テレレレテレレテレテレチェチェレチェ。下にいっぱい、ほら、うん、で、こっちもありますからね、こっち日本、うん、最後に来ましたね、でかいの。はい、いいですか。どうぞどうぞ。はい、やりましたね、最後。やりました、やりました。やった。やった。取りましょう、でかい。はい、やった。ほら、来た。ここで、チャ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 ラー。チャチャラチャチャー。でー。儀式をやった後、なんでしょうこれ。わかりません。地元住民に聞き込みしないとわからないこれは。儀式の後が。教えるんでなくて、やっぱりみんなで苦労して探し回って取ったやつってな。やっぱり感激、感動がでかいですね。うん、よし、じゃあ、おお、よかったですね。よかったですね。今日は春日部からご夫婦でした。すごい楽しかったです、うん、楽しかったですか。もう最高です、最高です。もう全然疲れなんか感じてないです。あ、よかったですよ。嬉しかったです。はい、はい、じゃあ今日お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、はい、お疲れ様でした。紫大量です。裏紅ホテイシメジ、紫シメジで、こっち奈良竹、まあ岸田風船とかいろいろですね。これが川村風船。よし、こんなとこだ。